あれなんか鉄たぬきと有馬美子とかなんか懐かしい軍勢がなんかいる、なんか。なんか偶然これ。なんか鉄たぬきと有馬美子なんか。あれなんか二人とも見かけなかったやつが急に同時に帰ってきた。え一緒に USJ 行ってたってこと、もしかまさか。旅行一緒に行った説あるこれ。鉄たぬきと有馬美子同じタイミングで戻ってきたな。免許更新来た。もしかして鉄たぬきって第五人格やってたりする？違うか。あー。やってるかなーと思って。なんか、最近、有馬美子どうしたの？最近有馬美子なんかおかしくない？どうしたの？大丈夫なの？なんか、ちょっと聞いても大丈夫？有馬美子。聞いても大丈夫？なんで USJ 行ったの？普通に、リフレッシュ、ああ、そうなんだ。その、なんか、京都とかさ、なんか、万葉集好きだったら京都とかにしなかったのかなって。なんで、わざわざ USJ にしたんやろっていう。まあ、京都とかさ、まあ、無限にまああるじゃん。万葉集に USJ が出てくる？あ、そうなんだ。結構なんか700年、で、1300年ぐらいの歴史あるってことなんだ。あー、ユニバーサル、ちょっと待って、なんか、アメリカすらも建国されてない時代にもうなんかあったってこと？そうなんだ。ハリウッドはおろか、アメリカも建国されてない時にもうすでに USJ があったんだ。ディズニーの乾杯やん。陰キャ転生、ちょっと、スペクテーターにしとくわ。スペクテーターにした。うるさいから。いや、なんか、不思議だなと思ったのが、なんで USJ で一人で行ったのかなってのがちょっと。なんかお父さんとかで行ったの？違うよ。なんかさ、これ、俺、妄想していい？ありがとう、みこ。俺の妄想なんだけどさ、なんか、俺さ、結構寝取られでも俺抜けるのよ、ちゃんと。寝取られもの。でもちゃんと抜けるのね。で、俺の妄想した寝取られは、俺の好きな、こう、まあ、配信者の、まあその、動画に出演してる子が、可愛い女の子で、声の女の子で、VTuber みたいな子で、で、その子結構推しで、俺のね。で、その子の、なんかこう、スポンサーに入るのよ。1万何千円とか。で、なんか、旅行行きたいって言ってて、それでこう、資金集めどうしようって言ってたから、お金投げ、よし、じゃあ、俺が支援しなきゃって、ね、クレジットカードが使えないだとって言って、俺がお金投げなきゃっていう風に、こう、思ってたのね。そしたら、なんか USJ に行ってて、こう、それがもし、こう、第五人格の配信者とかと言ってたら、俺、なんか、すごい。賢いなと思ったんだけど、違ったりする？え、いや、え？あ、いや、違う。俺の妄想の話。だから、別に全然。え？ああ、そうなんだ。やっぱり、おい、なんか、確定事項とかなってるぞ。おい。おい、なんか、なるほどな、みたいになってる。おい。いや、なんか、USJ 一人で行くか、普通。大丈夫？楽しめたか？ USJ 一人って。悲しくなんなかった？ USJ 一人って。女の友達とかと行ったの？くんさん。本当にね。これ以上は無粋ですぞ。一人なの。そうなのか。マジか。なんか、なんか、マジなんだよ、これ。なんか、友達はいないの？一人でも一人じゃなくてもめちゃくちゃ面白いよ、多分これ。一人じゃなくて、本当は男と行ってても面白いし、一人だとしてもめちゃくちゃ面白い USJ に一人で行ったの。だって、京都二日間の旅とかにしなかったのはなんでなの？なんか、有馬美子って結構こう、そういう、お寺とか神社とか好きそうだからさ、京都と奈良とかさ、そういうのにすればよかったじゃん。なんか USJ 悲しくならんやんか。雨降ってきた。せっかく関西行くんでユニバ行きたいじゃん。なんかさ、なんでさ、ちょっと微妙になんか関西っぽいあれになってるユニバって。なんかちゃんとユニバ、まあ、そうなんだ。アトラクション乗った？これまたかわいそうって言ってスパチャ来ます。本当に一人なんだ。マジか。くんさんが一緒に行ってくれればよかったじゃん。うわぁ。俺さ、俺ですらさ、俺みたいなね、この強靭な意志を持ったね、その、女にね、厳しいね、この、俺ですら、有馬美子が、その、クレジットカードがないから旅行どうしようって言ったら、あ、クレジットカード俺だ、立て替えてあげようかなって一瞬思っちゃったもん、俺も。強靭な意志を持つ俺ですら。あ、俺、クレジットカードなら俺立て替えてあげてもいいなって思っちゃった、ついつい。俺ですら。ダメだよ。前住んでたお家二人で見に行こう。ダメ。何あってダメって。別にダメっていう権利誰にもないじゃん。いいじゃん別に。羨ましいからダメ。じゃあ3人でもいいよ。そうそう、女でクンさん取り合うのきしょいからちゃんとシェアしよ。シェア。シェアカーだと思ってもらって。でも本当にユニバ一人で行ったのもう別にそんなどうでもいいんだってマーケンの話とかもう。
派遣で取り合ってるとか、なんかそれ、あの茶番はどうでもええんやって。一旦どうでもいい。一旦どうでもいいんだけど、本当に一人で行ったの。めちゃくちゃ悲しい子なの、有馬美子って、もしかして。どう思う？え？でも有馬美子撮影中に視聴者キッズ囲わせて第五人格してたよ。ん？なんやそれ？なんだと？配信中はしてないけど、撮影中はしてないけど、なるほどね。でもそれって陰キャ転生が言えることじゃないよね。陰キャ転生は、あの、配信中に女囲わせてたよね。東京で。陰キャ転生が言える話じゃないよね。でもそれって。残念だけど、指摘する人は間違ってるかな。まあ、一人で USJ 行って楽しかったならよかったけど、一人で USJ でジョーズの前でカイキングポーズしたの。マジ？撮ってもらった、撮っても、な、カイキングポーズがどうだこうだって言ってなかったっけ？あ、あれの見間違い？言ってたけど、ほ、本当はしてないんだ。やりたかったなって。あー。いや、あそこ撮ってもらえるんだよ、あの、ジョーズのところ、確か撮影してくれる人。撮ってくれるはず。あそこ。いや、わからん。コロナ禍でどうなったかわからん。ダミトモに聞かんとわからん。ダミトモくんがあの、スタッフだから、ダミトモくんに聞けば多分わかる。ただ、俺の記憶だと、ジョーズのところ撮ってくれるはず。まあ、マミコが幸せなら、まあいいんだけど、別に有馬美子が楽しいんなら。幸せじゃないけどね。なんで旅行楽しくなかったの？旅行は楽しかったの？旅行は楽しかったけど、楽しかった後に、あ、バット入るやつが楽しかった後に。あ、そう。一人ぼっち実感して辛くなってる。視聴者キッズに囲われてた瞬間楽しくなった。これタコワサ二人なんか噂話してるみたいな、こう近くで、なんかやばくねみたいな感じで、二人なんかこう、くっついているの。これやばくねみたいな感じで、なんか噂話してるみたいで可愛い。あ、こいつらやばくねどうなんだろうなみたいな。可愛い。まあ、何話そらしてるって。何それ？なんか俺がこの動画撮り始めたのに俺が話そらしてるってどういうこと？なんか、で、USJ は一人なの。本当かな？なんか、まあまあ、いっか。まあ、その、いや、どっちも面白いよ。いや、正直一人で USJ 行ってる有馬美子も、なんかやばいけど、誰かと一緒に USJ 行ってる有馬美子も、なんかこう、いろいろやばいから、まあ、どちらも面白い。多分、この中にいる、まあ、わかんない、視聴者はわかんないけど、参加勢のうち、多分9割5分は誰かと行ったのかなって思ってるような気がする。多分一人で行ったと思ってるのは、多分、ハイハトとゴリラビと、長月と、ぐらいかな多分、は一人で行ったと思ってるの。麦とか。ハイハトゴリラビ、長月、麦、あたりは一人で行ったって言っても信じるかも。あと、ノジャジャとか。この辺、この辺のラインは、何そのチョイス。いや、なんか、ま、あと、マチャカリもそうだね。マチャカリもそう。マチャカリ、ハイハト、麦、長月、ゴリラビぐらいは、一人で行ったって言っても信じるかも。万葉集読みながら待機列に並ぶ有馬美子。別に一人でもいいだろう。いや、別にいい、悪いとかじゃなくて、アリバイで部分的に一人で行ったのかなとは思う。いや、別に二人で行っても別にいいからね、別に、それは。なんかさ、俺、なんか、ちょっと推理、ちょっと一個あるんだけど、一個推理していい？有馬美子が、オフ会に来ないじゃん、あんまり。なんかそれってこう、なんか、やっぱ厳しいのかわかんないけど、なんか来れないみたいなこと言ってたじゃん、有馬美子って。俺、ケインとは話したんだけど、この推理、実は。ケインと話した結果、ちょっと導かれた推論があって、もしかして有馬美子って、めっちゃこう、なんか、束縛系の彼氏みたいなのがいて、その彼氏が、オフ会とかで遊ばないでって言ってるから遊びに行けないとか、そういうのじゃなくて、男と会うのを許さないとか、パパイコール、でもそんね、いや、どうだろうな。でもにしてはなんか真実味がありすぎるから、動画時間伸ばすためになんか嘘ついた方がいいよ。だって、読書隊がアドバイス来てるよ。彼氏じゃないよ。あ、そうなんだ。だって彼氏いたらこんな寂しくないもん。まあ確かに。難しいな。20歳になったらみんなと遊べるんでしょ？でも。なんかオフ会とか来たいんでしょ？ 20 歳になったら。でもそれだったらなんかでも彼氏じゃないかなって気もするよね。なんか20歳になった途端って意味わかんないし。20歳になったら大丈夫なんでしょ？そう。なんか有馬美子の全容はなんかわかんないな、よく。まあいや、ユニバの話はそれで終わりでいいわ。とりあえずユニバーサルスタジオは、あの、マチャカリ一人で行ったんだよな、マチャカリ。だよな。長月。だよな、ゴリラビ。一人で行ったんだよな。うん、だよな。長月は保証するって。一人で行ったって。当たり前だろって。一人で行ったって女の子が言ってるんだから、そうに決まってるだろって。そうそう、ゴリラビもそう言ってます。で、まあまあ、それはいいとして、第五人格、なんかどうしたの？そんな第五人格ハマってんの？大丈夫かな？
もうちょっとほっとくか。なんでちょっと早いね。大丈夫かな。もうちょっと、ちょっとアリオにこう何か起こるまで待ってるわ。大丈夫なんか第五人格。なんか、クンさんも MC してたじゃん。バイオニア50人クラウド参加税じゃなくて、第五人格女子って書いてます。本当だ。変な靴と一緒に書いてある。ローラースケートと一緒に書いてある。なんか第五人格女子。いやだから、まあ言われるやん。こう、ね、こう、第五人格のさ、こう、配信者の男の子とかからさ、参加税って何みたいな。ミコちゃん、参加税って何のこと言われるから、書かん方がさ、ええやん。言われないよ、友達いないから。長月友達いないって。友達いないって。ほら、友達いないんだったら長月は友達になってさ、ほら、ほら、スパチャ投げたりしてあげないとね。友達がいなくてかわいそうだから、スパチャ投げないと長月。早く。ほら、かわいそうだよ。スパチャ投げないと。なんか、デポンとか押してくれんとじゃん。アリマミコのことなんか。アリマ、なんかデポン最近 VTuber のインタリーやんってたから、デポンはアリマミコのこと押してくれんとちゃう。なんかもう。そう、V 好きだし、いや、そう、デポン押してくれると思うから、デポンになんかこう、ちょっとなんか、かけてみたらなんかこう、なんか、引っ掛けてみたらデポンのこと。デポン押してくれると思うよ、多分。どうすればいい？まあ、ちょっとデポンにディスコでなんかこう、今度一緒遊びたいみたいな。まあ、適当にこう、エイペックスの何でもなんか好きなゲームさせて、あと、さしすせそ。さすが、知らなかった、すごい、せはないな。そうなんだ。さしすせそね。それやっとけば大丈夫。女の子さしすせそでいける。あ、来た。うん。そう、さすが知らなかった、すごい、そうなんだ。そう、このワードだけで全部いける。それがいらない言葉。デポンさん何考えてるかわかんないから厳しい。かわいそう、かわいそう、かわいそうすぎる。はあ、厳しいな、デポン。なんか結局なんか有馬美子が詰められる動画だったはずなんだけど、なんかデポンがかわいそうになって終わりか。なんかかわいそうだな。デポンが今度スパチャ投げてくれるよ。はい、伝え。